フォックスチャンネルへようここそ皆さんこんにちはペースメーカーをこれから植え込む方すでに植え込んでいる方あるいはご家族がペースメーカーを植え込んでいる方のために日常生活での疑問を QA 形式でペースメーカー植え込み歴13年のベテラン患者がお答えしますペースメーカーを植え込んでいない方も 動画を見ていただいてペースメーカー植え込み者にご理解を深めていただくと幸いですペースメーカーの電池寿命について大体いい数年から10年程度ですただしペースメーカーの種類やその設定心臓の状態などで変わってきます これを強く言いたいたですが、一般的にペースメーカーと一括りに言われていますが実は多くの種類があります。まず普通のペースメーカーそして普通のペースメーカーに除細動器、えー、電気ショックですねその機能が加わった ICD それと CRT これは心臓細動器法といって心臓の左右の寝室を 規則正しくリズムを作る機械になりますそれに除細動機能がついたものが CRTD です私はその一番多機能の CRTD でこれは結構大きいですそのペースメーカーの種類や設定あるいはメーカーによっても差が出てくるかもしれません心臓の状態というのは 同じ車でもあの走る道によって燃費が異なるように心臓の状態でも電池寿命は違ってきます。当然除細動が働くと大きな電力が必要になりますので電池寿命は短くなります。自分の CRTD で一昨年電池切れで入れ替え手術をしましたが11年持ちました。 電池寿命が長いのが特徴のメーカーですペースメーカーの電池寿命に関して自分で特に気にする必要はありません電池残量はペースメーカー外来あの点検のスパンは人によって違いますが、えー、ペースメーカー外来で定期的にこのようにチェックされています 次は家電製品についてですがほとんどの電気製品は普通に使用できますが注意の必要なものもあります例えば電磁調理器 IH ですねそれと IH 炊飯器これはあの炊飯中より保温中の方が危険ですであの自分でご飯をですねお茶碗に襲う場合は えー、ペースメーカーを入れていない方の手ですねそちらにしゃもじを持ちましてペースメーカーを入れている胸をなるべく IH の炊飯器から遠ざけるような感じでご飯をよそってくださいあと電気カミソリドライヤーなども使用する時はなるべく近づけないようにします 総務省や日本心臓デバイス工業会のホームページなどにも具体的な安全距離のないものは結局のところ誰も正確に安全距離がわからないのでなるべくというような表現になっていると思います。同じ家電製品でも電磁気的なノイズは製品によって違いがあるでしょうからこれは仕方ありませんね。それと感電。 感電は絶対にしないいでくださいプラグの抜き差しにはペーーースメーカーを入れていないな方以上の注意が必要です例えば車のバッテリーなどを触らなければならない時は感電防止のために必ずゴム手袋をしましょう携帯電話についてですが安全距離は今それほど多くないと思います。 今は 2G とか 3G のサービスが終了しまして 4G5G になった関係もあって以前より安全距離は短くなりましたそれでも植え込んでいる反対側の耳にですね当てて通話をするのが好ましいと思います植え込んでいる側の胸ポケットに携帯を入れるのは絶対やめましょう胸ポケットに関してですが今度はエレベーターなどで 前の方が携帯を胸ポケットに入れている可能性もありますので、えー、人との距離を保つように努力しています。全自動マージャンタですね、次は、えー。これは使用できません。マッサージチェアもダメです。ここまでお話しすると、だいたいいけないものが想像できるようになるかもしれませんね。基本的に、 ペースメーカーは電子精密機械ですので、強い電解と磁界はダメです。OK か NO か判断に迷うことがありましたら、それから電波や磁気が出ていないかが判断材料になります。ですが、ペースメーカーの誤作動や故障が命に関わる場合もありますので、君子・危うきに近寄らずが良いと思います。 盗難防止装置、いわゆる万引きゲートですね。以前こちらの動画で紹介していますが中央付近を立ち止まらないい。で通り抜けてくださいこのようにあの堂々と分かるように設置してくれている万引きゲートは先ほどの方法で対処できますですが自分も一度経験があるんですが万引きゲートを隠すように設置している場合もありますよね。 その時は商品を見るのにかなり万引きゲートまで接近していました。それ以来の店舗では注意深く万引きゲートを注意するようにしています。今回の Q&A はこのくらいにしておきます。皆さんご視聴ありがとうございました。